AFTube。 ダウンユースケです。ベアスのビビです。 AFTube では我々 NC コートデイが影響を受けたおすすめの音楽を独自の視点と今の気分でお伝えしていきます。ヒエロ夏待たず特集です。デビュー25周年ですね。なんと活動再開されたエキダポップバンドラズマタズを AFT の観点で特集。ではゆうすけさん、ラズマタズとの出会いと記憶は？素敵な君は、あずきちゃんっていう、あのアニメの歌でめっちゃいい歌です。あともう一曲はシーズントレインっていうのは、なんかお菓子の CM だったんですけど、こうクリスマスっぽいベルが入ってたりして冬の名曲です。であるスキースキー的な、的なやつです。Yes. はい、じゃあ、ビビさん、出会いと記憶は？はい、私のラズマタズの出会いですね。お、ちょっと、遅いのかな？オリオンでした。カウントダウン TV で流れてて、美しいなと。やっぱ、なんかね、ラズマタズのギターってなんか上から降ってくる感じがするね。あ、これこんな美しいギター、なんかそれまであんま聞いたことなかったんで。はい、とっても新鮮でした。はい、ではゆうすけさん、ラズマタズのトップ3、ナンバー3はいかがでしょう？はい、USK ラズマタズナンバー3は君が生まれた街です。当時の印象としてはスピッツとか、通じるこうギターのアレンジ、オーケストレーションというか、ギターでこう曲を作って彩ってる、すごくいいなっていうのが第一印象ですね。あ、では、ビビさん、第3位は？はい、第3位はですね、アルバムダイアログ収録のライラックっていう曲ですね。オリオン聴いて、あ、すげえいいなって思って、それ入ってるアルバム買ったんですけども、これがまたですね、あ、名曲揃いで。で、その中でもこのライラックって曲は、やっぱりアルペジオ、ギターのね、絡み、アレンジが、すごくアイリッシュ。アイリッシュですね。だから、なんだろう、最近で言うと、例えば、その、バンプオブチキンとか、ラドウィンプスとかが結構対応するような、アイリッシュなフレーズだったりするんですけど、その当時だとあんまりなくて、そのアイリッシュフレーバーでもすごい斬新だったなと思います。非常に、ギターのフレーズが印象的なので、ぜひ、聴いてみていただきたいと思います。はい、ではユースケさん、第2位いかがでしょうか？はい、USK 第2位は、プレゼント収録の1曲目ですね、コスモスです。これはもうイントロのギターもすごいいいんですけど、ラズマタズの良さっていうと歌詞、明言してないんですけど、こう景色が見えてくるような感じ、映画よりも本よりも音楽でなんかそういう、こう大人の世界を知る、USK 少年だったので、こういうことが待ち受けてんだろうなっていうのをこう教えてくれるような音楽でした。で、大人になってくに従って、実際それを体験することがあってもショックを受けずに済んだりとか、ありますね。では BB さん、第2位は？はい、 BB 第2位はですね、白い夜ですね。セカンドウーピーバスケット、まあこれもちょっとやっぱ図書館で借りてよかったんですけど、なんといってもですね、ラズマタズすげえなと思ったのが、これ富田ラボが全面プロデュースしてるんですね、今有名な。だけどいい意味で富田ラボを感じさせない。だ、随所随所にね、そのね、なんていうかね、バンドサウンドのバックに、富田さんだな、みたいなとこあるんですけど、やっぱりね、それに全然負けないんですね。やっぱ、すごく、やっぱりギターとか弦のしっかりしてるアレンジだったりとか、わ、すげえバンドなんだなっていうのはすごく思います。では、ゆうすけさん、第1位はいかがでしょう？ USK ラズマタズナンバーワン。シングルのアジサイです。UK ロックミーツフォークで、当時だとクランベリーズとか、いっぱいいいバンドいたんですけど、知らないうちに
刷り込まれちゃってますよね、こう当時の少年時の我々は、うんうん、ギター弾くとこういうのが出ちゃうみたいな、あ、時代性がありまい、うんうん、ではビビさん第1位は、はい、ビビ第1位はですね、リグレットです。これアルペジオも素晴らしいし、染みますね、やっぱり。やっぱ偽りを、偽りを隠すために偽り続けるみたいな。大人になってなんかやっぱ出会うであろう、そういったあのいろんな場面とかをもうやっぱ子供ながらに受け、聞いて、あーってこういうのは。で、よくわかんないけどやっぱそのね、曲によってすげえ胸が締め付けられるっていう。カズマタスの中でも結構サビの歪みが効いてるっていうのもまたポイントですね。あの非常にかっこよく美しく、でやっぱりその大人のほろ苦さも合わせ持ってるような、あの本当けだし名曲だと思います。では AFT チューブラズマタス特集いかがだったでしょうか。ラズマタスはですね、ビタースイートシンフォニーですね。まあこれはあの UK のバーブっていうバンドのまたこれ名曲なんですけども、本当にほろ苦くて甘くて切ない、名曲たっぷりなのですね、ぜひ皆さんチェックしてみていただければと思います。では、AFT チューブまだまだ続きます。 Please check it out。 AFT チューブはロックバンド AFT のポップでディープなセレクトベース。面白かったらいいね、チャンネル登録を、カバー企画特集はコメント欄からよろしく。 Yeah, yeah.